アイドンな、これ行くだよ。うわ、お願い、お願いします。今の実家タームギョプサン、まだ4年生いけますか。バーンプサンメガボタイガス。まあ、マニアックなとこ行かないといけないっていうのがあったんで、今までずっとなんかいい感じで来てたから、もう行きますよ。マジで？でもさ、旅行者さ、真逆やで。外語大学行かなくない？いや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 、なんで大学行くの？近いじゃねえ。美味しいもの食べに行こうよ。自分が嫌やで。はい、ただいま車に乗りまして、やってくれました、ゆうちゃんが。プサランめでで集合写真21枚30分かけて撮りに行きます。それ以上かかりますね、これ。それ以上かかりますね、今込みな感じなんで。ほら、韓国語も伸びてる。今じゃないわ。次は、ちょっと。今じゃない。俺楽しいな、なんか。個人的に企画を持ち上げてた。マジか。まあ、こういう時に何歩でもね。出してほしかったです。何歩でも多いんですよね、なんで？あえてここ。やったわ、ほんまに。やってもうたわ、ほんまに。しかも全然融通聞けへんし、この度。食べてないから、そろそろやる。ご飯を。コンビニの三角巾も懐かしいぐらいの。おにぎりも懐かしいぐらいの。辛いトッポギ食べときゃよかったし。それすら後悔。なんかすごいお腹いっぱいになってきた。一瞬で。それすら後悔。お腹空いてちょっと気持ち悪いんやけど。それ。ウェデーです。ウェデーです。もう表だけの元気で。って感じで。プサンウェグ語で発狂っていう。プサン外国際外。あ、違います。釜山外国語大学だそうですね。だそうです。まあこの3人は今まで通ってた人たちです。我が学校、まあ、母校です。で、何やるんですか？そう、ここであらゆる場所で写真をウェグ語で発狂で21枚撮ろうっていう企画です。はい。なんでどんどんパッパと行こうっていうところなんですが、何が始まったんだか。さあ、はい、始まりました。今日がなんと第1回になります。釜山でどうでしょう。Yeah!
泣いてるじゃん泣いてるじゃん。さあ、どこですかね。ドン。うわ。参拝せよ。じゃあ、ここでの撮影も終わりましてですね、もうネタがありません。21枚の撮影もここでちゃんと終了いたしました。そんでただいまの時間ですね、7時半でございます。30分余りました皆さん。これは6カ所目第6棟引くことでなりました。やりましょう。誰の権利ですかそれは。うるさいです。とりあえず引きましょう。やりましょう。食事頼むよ、ね、ゆうさん。みんなの、ね、願いは分かるでしょ。頼むよゆうさん、ね、手についてきたとか、ね、ちょっとやめて。そう、おお、手についてきた。かかったかかった。おなんと今回6カ所目はじゃじゃーん、駅前 KTX は見送る。くれないの。なんかこう最後にふさわしくもうそこで終わるような。いやープサンエデを後にし、これからとうとうラストにふさわしいところ、プサン駅一番最初に戻るということで。そうですね、プサン駅結局3回くらい行ったんじゃない。眩しい眩しい。そうですね、本当に観光っぽい観光はしてたじゃないですか最初から。そうそう、前半の方なんか、ね、前半ね、前半から後半の最初の方にかけて、まあ平運でね一発目濡れまして誰か、うん、あ、そんなことありましたっけ。ありましたね。もう記憶から消えてるよね。俺あんだけ頑張ったの。僕超頑張ったんだけど、うん、あれ本当頑張りましたね。はーい、いや、はーいじゃない。プラス思考隊長行ってきますか。途中でマイナスになりましたか。ちょっとね、僕びっくりしました今日、うん、今日ほどマイナスな彼女を見たのは初めてなんですよ。人に見せたのも初めてです。さあ、釜山駅を下がっております。 KTX は切符なしでもホームまで入れます。であとは指定、全席指定ですので指定した席に座るんですね。はい、こと最後のここが6カ所目なんですね。もう分からないです。でラストを飾るのはここから、今こちらにあります KTX、 ここで見送れという。大きなお世話や。見送れという。おはようございます。
はい、おはようございます。今まで一番辛い。2015年初一番辛い。辛いね。I'm gonna take a look at you.